ガチョンガチョンのガチョスです。今日からこのチャンネルがスタートになります。このチャンネルではフィギュアを壁に飾れる壁ジオラマを作っていこうと思います。これとこれをこういう感じのやつ、あ、ちょっと待って、取れた。あ、今日はこのナルトの激エモフィギュアをジオラマにしていきたいと思います。カニバシンの先生、さあ早速作っていくんですけど、我が家にはねフィギュアがめちゃめちゃあるんですよ。もう結構収納は多い方なんですが、そのクローゼットにも入りきらないぐらい、ちょっと買いすぎたわ。でそのあふれ返ったフィギュアたち、フィギュア棚置くスペースもない、でもしまえないしどうしようって思った結果、え、壁に飾ればよくねってなってこのジオラマ作ってます。一発目はね、僕の大好きな作品、人生を豊かにしてくれたナルトから始めたいなと思ってこの動画出してます。僕のことを以前から知ってくれてる人は結構特撮のイメージが強いと思うんですけど、僕アニメとかゲームも結構やるんで、本当に好きな作品がめちゃめちゃあるんですよ。なんでいろんな作品のフィギュアをジオラマにしたいなと思ってます。なんといってもナルトは海外の人気もすごくて、この動画も海外の人に見ていただけたら嬉しいなと思って、このテロップに英語を入れたんですけど、僕の英語力ね、はい、エブリワン、マイミティガチョス、勉強します。僕のナルトとの出会いは小学生の頃、アニメ第1話が放送されるっていうのをたまたま家で見てて、そっからねずっと好きで見てるんですけど、漫画を買ったのは少し遅かったかな。ある日家族でコンビニに行って親からお金500円もらったんですよ。でこれで好きなもの買ってきなって言われて、妹と弟とコンビニに中行って、まあ好きなお菓子とか多分買うはずだったんですけど、僕はたまたま本棚コーナーの前で止まってしまって、ある一人の男が目に留まったんですよ。忘れもしないサスケ状態にコミックス27巻、当時アニメ勢だったので、もちろんサスケ状態になんて知らないし、え、誰これみたいな感じだったんですけど、それでねかなり惹かれてしまった僕はもうどうしてもこの27巻が欲しくなっちゃって、妹と弟にごめん500円しかないんだけど420円のこれ買っていいって聞いて、いいよって言ってくれたので27巻を買いました。マジでクソ兄貴でしたね。まあいつも我慢してたんで、この時ぐらいは許してくれやその時は思ってました。そんで家帰ってウキウキ気分で27巻読むんですけど、もちろんアニメ勢だったんで、この綱で探索編から26巻までの内容わかんないんですよ。でページめくったらなんかみんな病院いるし、なんかネジも長寿も死にそうになってるし、サスケ里抜けてるし、なんかもう人生最大のネタバレを食らった感じでした。でしかも一部終了ってなってて、次のページからカカシの少年編の話始まってるし、俺が今手に持っているこの漫画は果たして本当にナルトなんだろうか、ちょっとねそう思いました。もちろんそれを読んだ後でコミックス1巻から26巻まで買って、28巻もちょうどそのタイミングぐらいに出たので、それも読んでそっからナルト好きが始まっていった感じですね。僕の一番好きなキャラクターはハクなんですけど、ハク以外にも好きなキャラクターがいて、でもなぜか僕が好きになるキャラクターってみんな死んでしまってるんですよね。ハク、イタチ、ネジ、コナン、マジで悲しかったわ。そっから他の作品でも好きになるキャラクターが途中で改良しないかだけが毎回不安になってます。さあそんなこんなで完成が結構近づいてきたので、ここからは黙々と作業したいと思います。ぜひ最後まで見てってください。お願いします。
はい、いかがでしょうか。ナルトの壁ジオラマ完成しました。うぃ、あ、ちょっと近すぎた。いいっすね、かっこいい。これ今少年期のナルトとホカゲのナルトを一緒に並べてるんですけど、この大人のナルトを外してあげれば、この少年期のナルト一人のシーンも楽しめるような 2way 仕様です。これね、壁にフックがあるから、これをこう引っ掛けてあげると、ブランコもしっかり揺れるようになってて、これちょっとバランスが、ブランコはバランスゲー、ああ、こっちの角度から見たらこうね、二人のナルトが目を合わせてる。で、こっちの少年期のナルトの視線にはアカデミーもある。あ、いいんじゃない？うん。良き。今回粘土を初めて使ったので、作り方も全然わかんない状態からだったんですけど、これから粘土の練習もやっていこうかなと思います。さらに、いい紐売ってたわ。マジ、100均神。あざす。これが壁に飾れる壁ジオラマです。これからこのチャンネルではこんな感じの動画をバンバン出していきますので、このジオラマがいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。あざした。